ので、ぜひこちらのアプリを全国の皆さんに 入れていただきたいですね。入れていただいて、ぜひアプリからのメッセージが意外と本当にまだやったことないんですけれども、簡単に送れる方法だと思うので、一番どうなんだろうね、でも1個目の方がみんな慣れてるのかな。なので今のうちにダウンロードしといてください。もう2週間後に始まってしまうので、それまでにねメッセージを送りたい、考えたいっていう方がたくさんいらっしゃると思うので、ぜひアプリを、こちらの方法をね、またツイッターに載せたいと思うので、スクショした人はして。 こちらです。はい、 FM プラプラで検索していただいて、 T's ヤシの実 FM で、はい、いいねして待っていてください。はい、ということで、で3つ目が、番組ツイッターに DM で言ってくだ、メッセージを送ってくださったら、そちらも多分読むことができるので、まだこちらはアカウントが開設されてないので、まだ検索しても出てきません。 出てこないんですけれども、はい、番組ツイッター、これも送りやすいかな、意外と。こちらが開設されるタイミングで私も皆様に告知するので、私のツイッターのフォローよろしくお願いします。 よろしくお願いします。まだ開設されておりません。でも本当にすぐ開設される予定なので、はい、皆さん待っていてください。そして気になるよね、ここまで言われたら、メッセージのお題は何なのか、これ言っていいのかな、いいよね。 多分これ以外にも多分今後ね増えていくと思うんですけれども、まず初めのメッセージになるんですけれども、その前に言わないといけないことがありました。今回のこのラジオの、これタイトルね、置いときますね、ここに。今回のこのラジオがどういう感じのラジオになるかっていうのがですね、里カホラボから多分もう想像ついた方がいらっしゃると思うんですけれども、歴女を生かしたラジオになってます。はい、SKE の話も要所要所で挟んでたりもしますし、意外とね、なんか「カホ里カホラボ」っていう素敵なタイトルをつけてくださって、毎週ね1時間やらせていただける。